って言ったらもう会えなくなっちゃうのかな。でも好きだ。私を前へ。新創建美茶。夏樹はめちゃくちゃ大事な友達。好きって言ったらもう会えなくなっちゃうのかな。でも好きだ。私を前へ。爽やかに健やかに美しく新創建美茶。手口さん入ります。よろしくお願いします。お願いします。よーい。はい。ありがとう。よーい。はい。はい、じゃあ、OK なんで一回確認してください。はい、であと、OK なら空振りだと思いますよ。はい。なんかすごい早く走ってるみたいな。あ、確かに緑が流れるからね。光来たら教えてください。光ここ。まず、運賃歩いてても大丈夫なんですけど、はい。それで、こうやって、なんかこう、立ち止まってもらったら、左の方にお願いします。お願いします。左の方に左方ある。よーい。はい。フォーカスもらったらすぐ行きますよ。はい。好きだ。ありがとう。好きだ。でそれで、うん、そうそれか、それかでも自分の気持ち作った方がいいから、これで気持ちできたところで上げてもらったら、後ろに風当ててるんですよ、うん、で多分風にきっかけになっちゃうといい月が出ないと思うから、自分の気持ちが決まったらスッと、うん、そうだ、それでも行く。ごめんね。好きだ。ちょっとね、声を。
何番でしょうね。撮影は順調で楽しいですか。楽しいです。楽しいです。快晴、快晴です。今日は。快晴？快晴。いい天気です。いい天気です。双剣美茶日和。双剣美茶日和です。はい。はい。本当に。そんなミスするかって。あるある。大丈夫だって。あー、へこんだ。クロマス？夏希はいつも笑顔で、そんな笑うってくらいよく笑うし。え？やった、おい、撮影の方は以上になります。お疲れ様でした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 。お声だけ取られますが。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。わーい。見て見て。おー。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました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 。お疲れ様でした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 。ありがとうございました。オンリーがあります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕が好意を寄せられてる側じゃないですか。多分かっこいい方たくさん見てきたと思うんですよ。いやそんなそんな。だからどうにかちょっとでも役としていいなと思ってもらえるようになんかできないかなと思いつつ、できたかわかんないですけど、そういう気持ちでやってました。今日は本当一日いろんなところに行って、双剣美茶らしい緑のところもたくさん行って、なんか緑に囲まれた一日でした。双剣美茶は僕子供の頃お茶を好きになったきっかけが多分双剣美茶だったんですよね。うん、母が飲んでたのいいなと思ってお茶を飲ん双剣美茶をもらったらすごく美味しかった記憶があって、同世代の方にも久しぶりに双剣美茶を飲んで、すごくいいなとか昔を思い出す方も、僕みたいにお茶を飲んでいいなって思ったきっかけが双剣美茶だった方も多分いると思うので、そういう方にまた飲んでいただいたりとか、すっきりしてもらいたいなと僕は思います。やっぱり数々の女優さんが出演されてきた双剣美茶の CM にまさか自分も出れるとは思ってもなかったので、嬉しい気持ちでいっぱいです。もともとすごいネガティブに
考えやすい方だったんですけど、なんかお仕事をしていろんな人と関わってきて、なんか最近すごい自分がポジティブになったなって思うことが増えて、今年というか最近で一番成長したことだと思ってます。今回のこの CM のドラマのイメージとすごい最初初めて聞いた時にすごい合ってるなって思って、すごい前向きに何だろうなれるような歌詞でしたね。僕はその幾田りらさんって吉祥寺通ってらっしゃったんですかね、歌詞がそんな感じだったので、うん、で多分女性目線の曲だったりとか思い出をいろいろ辿ったりするような歌詞だったともあったと思うんですけど、僕はその役としても聴きたかったので、ソーターだったらどう思うかなとか考えながら聴いてて、うん、なので多分思い出が詰まった街なんだなとすごく思う歌詞でした、うん、ちょっとめたいことを言うなら、はい、聞こえてなかった方がなんか後に残る、うん、甘酸っぱさが残るのかなとはちょっと。え、これ酸っぱさ違うか、言っちゃっていいんですか、でもすっきりした、これ言っちゃっていいんですか、何ですか、この好きは、え、言っちゃっていいんですか、これ何ですか、この好きは私の自分への確信した好きです。おお、なるほど、だからソータ、はあ、はい、ソータには向けてるけど、はあはあ、自分にも、はあ、なんだろう、やっぱ好きなんだという気持ちで言ってました。じゃあどうですかね、これを聞いて届きましたかね、ソータには、ソータ君には届いたかな、 100% 受け取れてるか分かんないですけど、届いてればいいなと思います。届いてくれたら嬉しいです、はい、CM では思いを伝えるシーンで爽健美茶を飲みましたが、気持ちを軽くしたい時に爽健美茶が寄り添ってくれる気がしました。何かに疲れた時だけじゃなく、自分を前向きにしたい時に爽健美茶を飲みながらこの CM を見ていただきたいですし、この CM をきっかけに誰かの気持ちが前向きになってくれたら嬉しいなと思っております。はい、まず最初にお話聞いた時はすごく驚きました。吉祥寺が使っていただけるんだっていうところで驚いたんですけれども、実際にCM に使っていただいている映像を見て、すごくマッチしてるなって思って、今回起用していただけてとても嬉しいなと思いました。この吉祥寺という楽曲は、アルバム、私のアルバムの中の一曲なんですけれども、自分のルーツの中から一曲仕上げたいなっていうふうに思っていて、その中で、私が学生時代によく通っていた思い出の地である吉祥寺という場所を舞台に、自分のことを書いていけたらいいなと思って、この吉祥寺という曲を、作っていきました。で、その楽曲はですね、中身としては実際に私が、通っていたその道だったり、いろんなところでの思い出のエピソードをこう拾い集めながら、歩いていくというようなこうストーリーになっています。思い出としてはやっぱり昔から母がすごく体に気を使って育ててくれたので、その中でもやっぱりお茶っていうとカフェインゼロっていうところはすごく母が気にして、そこがいいっていうことで、なのですごくこう小さい頃から親しみを持って飲んでいますし、だからこそ今回新 CM に起用していただけたことがすごく嬉しいです。そうですね、
もうエピソードで言うと、もう常日頃日々もうずっと自分の経験から自分をこう奮い立たせて、頑張れっていう気持ちで自分の背中を押し続けている毎日なんですけれども、私は3月に大学を卒業しまして、学生生活というものが終わったんですけれども、やっぱりあの音楽活動とずっと並行して学生生活があったので、あ、忙しいな、時間がないな、24時間じゃ足りないなって思う瞬間があの何度もあったんですけれども、そこでこう周りの人に支えてもらいながら自分でなんとか最後まで乗り切ろうっていう気持ちで走り抜けられたっていうのは、すごく自分の中での人生の糧になったなっていうふうに思ってます。CM では、主人公の夏希ちゃんがこういろんな葛藤だったり、心の中でいろんなことにもがきながら、前に進んでいくっていうようなストーリーだと思うんですけれども、私がこの吉祥寺という楽曲を書いた、背景にはですね、こう一人でこう学生時代の友達と離れ離れになってから過ごしていく中で、大切にしたい自分のふるさとだったりのそのつながりっていうものをもう一度確かめに行きたいというか、そこでの絆っていうものは一生ものだなっていうふうに改めて気づかされるような、そんな大切な瞬間だったり心の動きっていうものを、曲に描いていったので、そんな主人公たちの新 CM の、子たちの心とリンクすることができたら嬉しいなと思います。今回の新 CM と連動した双剣美茶のドラマも始まりますので、ぜひ皆さんご覧ください。以上、生田リラでした。バイバーイ。